それでは寺院が担う共生の形ということでお話をさせていただきます。私は精神科の医師の川村と申します。まずはじめに、祈りの話に入る前にですね、少し考え方の整理をしておきたいと思います。まず我々の予防に関する考え方についてちょっとお話しします。皆さん、パタカラ体操というのをご存知でしょうか。パタカラ体操というのは誤嚥を防ぐための訓練方法ですね。パーパーパー、タータータ、パタカラパタカラと全国の高齢者施設で皆さん頑張って練習されています。これは大変素晴らしいことで、ぜひ広まってほしいと思うんですけど、我々の研究チームはこう考えます。例えば度胸だったらどうなるか、これは意味のある言葉ですし、また内容を考えたりすることができます。つまりですね、エビデンスのある予防的行動、これは否定しません。これは素晴らしいと思います。しかし我々の研究はさらに一歩先を進んで、やってて楽しくて意味のある行動を探していこうと、そういう研究をしています。じゃあこんなのはどうでしょうか。スクワットを1日1万回するとフレイルになる、リスクは 10% 減る。ちょっと考えないといけませんね。スクワットをし続ける人生にするべきか、それはそれでいいんですけれども、このようにですね、科学的に正しいかもしれないけれども現実的にはどうなのか、そういったところを考えていきたいと思います。また人生100年時代と言われますけれども、人生100年時代には認知症と共生が必要であります。その理由をちょっと話します。人生60年の時代ですね、この左側の方ですね、60歳の方は大体皆さん元気ですよね。一方で60歳で認知症とともに生きておられる方もいます。60歳の元気いっぱいの人とですね、認知症の方はやはりだいぶ違うと思います。この時代にはですね、認知症は病気なのでしっかりケアしてあげましょうっていう、これは我々の言葉で医療モデルと言いますけれども、必ずしも間違いではなかったのではないかと思います。しかしながら現代、私の外来に来る人の多くは80代ですね。普通の80代の方、いくら元気いっぱいでも、物忘れはありますし、体もだいぶ弱っています。一方で、認知症のある80代の方も来ますし、その間にはですね、グレーゾーン、いろんな方が来ますね。差が縮まっているということなんですね。ではこの先どうなるのか、人生 100年時代、さらに人生120年と言ってしまいますよね。そうすると100歳になればですね、私の知り合いの100歳近い方もですね、元気いっぱいで、一見すると全く物忘れもなさそうですけれども、しかしテストをすればですね、点数は物忘れの点数ですね、認知症の点数です。ということは、認知機能テストで点数が低い、だから認知症だというような考え方は全くもう通用しなくなっているのかもしれないと、そういうことをですね、つまり我々は年を取れば、長生きすれば必ずいつかは認知症になりますので、認知症になっても幸せに生きていこうと、そういう考え方が必要だということです。でこれはですね、実は20世紀には認知症は病気であると、病気だからしっかりケアしてあげようねという考え方が主流でしたが、21世紀になるとですね、実はだいぶ変わってきているんですね。イギリスではですね、リビングウェルウィズディメンシアといいまして、これは認知症とともによりよく生きるということなんですが、これが目標になっています。認知症を撲滅するとはですね、認知症なんかなくそうというんじゃなくて、もちろんならない方がいいのかもしれないけれども、長生きすればいつかなるんだから、だったら認知症とともに、よりよく生きましょうと、そういう考え方ですね。日本でもですね、新オレンジプランなどで、認知症があっても自分らしく暮らし続けようじゃないかと、そういう社会を作ろうというふうに大きく変わってきています。これはですね、考えてみれば当たり前の話で、つまり、ちょっと前まではですね、認知症があると不幸ですねと、認知症がなければこれは理想ですねと、だったら認知症って診断されたらもう絶望するしかないのかということになってしまいます。しかしですね、医療とか介護の目的は、幸せのためにあるわけで、診断してですね、あなたは認知症ですと、絶望してくださいというだけでは、全く役に立ちません。一方でですね、認知症があってもなくても
幸せになることはできると思いますね。私の外来でも認知症あるけれども、お孫さんひ孫さんが集まって楽しい外来になる人もいますし、一方で全く認知症ないんだけれども、例えば人を信じることができなくて不幸な人もたくさんいます。つまりですね、認知症があってもなくても幸せな社会を目指しましょうと、これが我々が目指すべき新しい社会、新しい研究だと思っています。まあ、これをですね、地域共生社会と言いますけれども、つまり我々はみんな長生きすれば弱くなり認知症になっていく、絶対に健康でいたいとかですね、認知症になりたくないって考えると、つまり認知症になったら負けだと思っているとですね、健康長寿社会ですからいつか負けてしまうんですね。この考え方は変えた方がいい。お互いに限られた命を生きるものとして慈しみのある社会を作るべきだというふうに考えていますが、なかなか現実は厳しいところがありまして、例えば高齢者の虐待はですね、虐待件数だけ見れば右肩上がりで増えているんですね。また、生産性がないと思った人を一方的に殺してしまう、こんな事件もありました。どうすればいいのかということです。国の方針としてはですね、地域包括ケアシステムというのを作っています。これは厚生労働省のホームページとかにも非常によく載ってますので、見たことある人もいると思いますけれども、高齢者の方が、今の住まいに基本的には住んでですね、必要になったら医療の助けを借りる、必要になったら介護の助けを借りる、あるいは生活支援の助けを借りると、こういうものなんですが、ここに書かれていない重要な地域支援があるのではないかというのが我々の研究テーマです。大体皆さん、うすうすお分かりだと思いますけれども、これが寺院だというのが我々の考え方ですね。で、これから祈りの話になっていくんですが、その前にですね、ちょっと注意点を述べておきたいと思います。私が寺院の皆さんと研究するようになったのはですね、実はもともとホームレスの方の支援する研究をずっとしてまして、東京の山谷地域というところで同じくホームレスの方を支援している僧侶の方と出会ったというところから始めています。つまりたまたまなんですね。で、詳しくは述べませんが、私自身は実は仏教徒ではありません。また研究チームの研究員はですね、私たちが研究している連携している教団の関係者はおりません。ですので利益相反はありません。またこの研究が特定の宗教とか宗派の利益にならないように特に注意しています。研究はすべて研究所とか、あるいは大学の倫理委員会の承認を得て行っています。また、日本ではお寺がたくさんありますので、たまたまお寺の話はずっと続きますけれども、これは広く宗教を一般と捉えていただいて、それこそ教会とかモスクとかですね、神社とか、そういったものを全く同じように価値があると思っていますので、そういう目で見ていただければと思います。では、続けます。寺院がですね、実は巨大な資源であるという話なんですけれども、実はお寺さんは全国で7万7000ぐらいあると言われているんですが、コンビニが5万8000ですので、実はコンビニより多い。またお坊さんはですね、37万8000人いると言われていますけれども、警察官は29万人ですので、警察官よりも多い。コンビニより多く、警察官よりも多いと。非常に巨大な資源であると言えます。また、ご存知の方も多いと思いますけれども、海外ではですね、いろんな社会活動をしてますよね。例えばホームレス支援ですね。私がずっと研究しているホームレスの方の支援で、左の写真はですね、アメリカでホームレスの方に無料で食事を振る舞っている教会ですね。非常に綺麗な教会で、ここにでご飯食べているのはみんなホームレスの方なんですね。一方で、日本で宗教法人が何かしようとするとですね、政教分離の原則から難しいと言われてしまうことがありますが、アメリカでも実は問題は同じで、仕掛けがあるんですね。クリントン政権の時にですね、公的資金を使えるように法律が通ってまして、どういうことかというと、例えば炊き出しを教会でする場合ですね、あなたは賛美歌を歌ったからご飯をあげますとかですね、お祈りをしたからご飯をあげます、それをやっちゃいけないということなんですね。布教とつなげてはいけない、そういう形で、教会がですね、宗教施設がですね、社会活動ができるようになってきているということがあります。日本でもそういう形で可能なのではないかというのが我々の研究チームの考え方ですね。
で、日本のお寺さんはじゃあ実は何もやってないんじゃないかと思う方もいるかもしれませんけれども、結構やってるんですね。ただお坊さん方は奥ゆかしくてですね、あんまりいろんなところで言わないもんですから、まあ、知らない人も多いんですけど、まあ、そういう話をちょっとしたいと思います。例えばですね、終末期を支えるような活動をしている寺院がありまして、まあ、これは北陸地方ですね、北陸というのはまあ歴史的にも浄土真宗が非常に盛んで、戦国時代には国を治めてましたよね。で、富山ではですね、お寺さんがデイケアをしているというところもあるんです。で、まあ、デイケア始めるときにですね、市役所に行って、まあ、普通はですね、まあ、こういうことをやろうとすると、まあ、宗教法人は別の法人に作ってくださいと言われるんですけれども、富山ではですね、まあ、お寺さんなんだからぜひいいことをしてくださいということで、お寺さんのままでやってくださいという形になったんですね。このデイケアですね、かなり弱ってきても、まあ、寝たきりでもいることができるんですね。まあ、お寺の境内で、まあ、例えば亡くなることができるかもしれない。これは究極の安心ですよね。またですね、社会に積極的に関わる寺院が出現しています。右の写真は東京の葛飾区の光念寺さんというところで、ここではですね、介護者の心の安らぎカフェを開いて、認知症などの介護をされている方を集めて、まあ、みんなで話し合って心の安らぎを得るということですね。左側は東北地方ですね。東北ではですね、こういう活動をしている僧侶のグループがありまして、各地でお寺を使ってカフェをしています。またですね、まあ、特定の宗派はですね、特にこの介護者カフェを、まあ、宗派として頑張っているところがありまして、まあ、これは一つしかないので名前を出しますが、浄土宗という宗派がですね、宗派を挙げてやってるんですね。立ち上げの時にその経験のある人を派遣してですね、お世話したりとかですね、あと、まあ、マニュアルを作ったりしてるんですね。これ結構重要で、例えばそのいきなり始めてもなかなか人が集まらなかったりしますので、事前に市役所に挨拶に行く、あるいは地域包括に挨拶に行く、こういったことが結構大事なんですよね。そうするともう最初からお寺が勝手に何かやっているというのではなくて、みんなと一緒にやっていくんだと、まあ、そういうふうな活動をやっていきます。でこれは英語の論文にも取り上げられています。これがマニュアルですね。まあ、ちょっと小さくて恐縮なんですが、まあ、私も医者ですけれども、寺院僧侶のアドバンテージもあると思うんですね。例えばですけど、まあ、病気になってから病院に来る方も多いんですが、寺院ですと、まあ、その地域にずっとありますので、健康な頃から関わっていて、まあ、弱ってきた時とかですね、亡くなる時はまあどうでしょうかね、まあ、在宅ならいいですけれども、病院だとあまり関われないかもしれませんが、まあ、その後、亡くなった後も法事などで関わりますし、まあ、その遺族の方のですね、ケアもできる、ある種のグリーフケアもできるんですね。そういう意味では非常にこう、長い時間軸で支援できるので、非常に有望だと思っています。またこれが、まあ、先ほどから申し上げてますように、ホームレスの方を支える僧侶ですね、東京の山谷、いわゆる山谷地域でおにぎりを配っている僧侶のグループがあります。まあ、ホームレスの方はですね、なかなか大変な辛い思いをしてきて、まあ、人に優しくされたりとかですね、人の世話を受けるということがなかなかうまくいかない人も多いんですけれども、お坊さんが言っておにぎりどうぞってこう低い目線で語りかけるとですね、結構自分のことを話し始めたりとか、そういう方もいるんですね。なのでとても大事な活動だと思っています。あとですね、訪問看護ステーションですね、これは乾物連携などと言いますけれども、訪問看護ステーションと寺院が一緒になっているところが大阪にあるんですね。でこれは医療的な立場から見ると非常に強みがあると思いますね。というのは、やはりいわゆるスピリチュアルケアというのはなかなか医療者はできないんですね。学んでませんので、すごく支えになると思います。で同時にですね、これはあまり語られていませんけれども、訪問看護師の方っていうのは、例えば対象の方が亡くなった時ってものすごくバーンアウトするんですね。一緒に泣いたりとか、しばらく仕事が手につかない、そういう方のケアで、実はお坊さんが仲間にいるというのはとても大事なことかと思っています。ここの僧侶の方はですね、子ども食堂とかですね、あるいは医療的ケア児の支援もしています。地域にどんどん打って出ているんですね。
非常に活発な方で、大河内さんというんですけども、この方は実は医療現場で働いてきたチャプレンなんですね。チャプレンとは何かというとですね、これもご存知の方いると思いますけれども、これはイギリスの定義ですが、チャプレンとは病院で患者さん、親族、スタッフらの話を聞いてサポートする存在です。危機にあって、あるいは回復過程にも関わります。また、遺族のサポートをすることがあります。そして、ここは大事なことですが、サポートを受けるためには特定の信仰を持っている必要はありませんと。こういう存在ですね。例えば写真、左側はですね、ソウルのチャプレンですし、真ん中はコロナ禍のイタリアですかね、チャプレンですね。あるいは小児病棟のチャプレン。また最近話題になったのでご存知の方もいるかもしれませんけれども、ハーバード大学のチャプレンのトップの方はですね、なんと無神論者なんですね。そういうチャプレンもいるということですね。で、日本でもですね、チャプレンを作った方がいいんじゃないかっていう話は随分昔からあったんですが、一方で宗教者が病院に入ることは結構抵抗がありますよね。例えばお坊さんの話を聞くとですね、僧服を着て病院に行ったんだけど、王様が来るとなんか、葬式を連想するから来ないでくれって言われたとかですね、そういう話を昔に聞きました。ところがですね、東日本大震災で大きく変わったんですね。人々はですね、人の力の及ばない災害を目の当たりにして、この時実はたくさんの宗教者の方がですね、被災地に飛び込んで支援にしたんですね。で、人々の意識がだいぶ変わってきてですね、臨床宗教士というのはまさに東北大学で始まりました。でこれはですね、河川を引いているところありますけれども、布教や伝道を目的とするのではなくて、高度な倫理に支えられて、相手の価値観を尊重しながら、宗教者としての経験を生かして、苦悩や悲嘆を抱える方に寄り添うと。ですので、もちろんお坊さんもいますけれども、神父さん、牧師さん、看護師さんなんかもいます。でこれが東北大で始まって、今はいろんな大学で広まっています。上智大学でもやっていまして、私はそこでも教えています。またですね、いろんな活動している方がいて、左上の写真はですね、これは葬儀屋さんとか石屋さんを束ねているお坊さんですね、あるいは手紙のやり取りを死を願う人とするお坊さんとかですね、あるいは親を亡くした子供さんを支えるお坊さん、といった方もいます。で、最後にですね、ちょっと研究の話をしたいと思います。東京都健康長寿医療センターでは、大正大学などと一緒に、研究していてですね、今後アメリカとかベトナムの僧侶とも研究をしていきます。で、例えばですね、高齢者施設で亡くなる人って増えてますよね。一方で虐待も増えてます。どうしたら高齢者も、そしてケアするスタッフも幸せに過ごせるかという研究をしています。具体的にはですね、高齢者施設のスタッフを対象に調査票を調査をしました。でそこにバーンアウト尺度とかですね、死にゆく人へのケアの態度尺度などを入れています。これちょっと見てみましょう。バーンアウト尺度ですけれども、バーンアウト、燃え尽き症候群ですね。でこれはですね、結構恐ろしい、状態でして、例えば脱人格化というのが含まれるんですけれども、これはですね、疲れ果てちゃって、サービス相手のことを人として見ないことで自分を守るというものなんですね。例えば、マニュアル人間でも冷酷な窓口の対応の人。これ、最初から冷酷だったわけじゃなくて、最初は親切だったんですけど、もう疲れ果てちゃって、もう人と思わなくなってきたと。で、こんな質問で聞いてみます。例えば、こんな仕事もやめたいと思うことがあるに、いつもありますとかですね、全くありません。そういう質問があるんですね。これはですね、死にゆく人のケアに前向きかどうかというのを聞く尺度ですね。で我々の研究の結果ですね、こんなことが分かりました。バーンアウト、燃え尽きしちゃうかどうかに関してですけども、死にゆく人のケアに前向きだと、脱人格化して燃え尽きないということですね。でさらに、信仰があると死にゆく人のケアに前向きになると。つまり、もしかしたら、まだ結果は限定的ですけれども、信仰があるとですね、亡くなる人のケアに前向きになって、結果的にバーンアウトしなくていいケアができるのかもしれないということですね。あと、こんな研究もしました。高齢者施設のケアワーカーにじっくりインタビューを行ったんですね。ただし、死について語ることは未だに抵抗感が大きいので、こんな工夫をしました。
インタビューをですね、なんとお坊さんがすると。で、横で私のような医師が支えると。そうするとですね、かなり本音が出てきまして、こんなこと言うんですね。例えばこう、スタッフの方はこんなこと言うんですよ。人は愛されて生まれてくる。そして人々に愛を交して、この人生を卒業していく。ここに立ち会えることに神聖さを感じるとかですね。あるいは、高齢の方は赤の他人なんですけれども、亡くなるまで2、3週間しかお会いしたこともない人もいるんですけれども、全然そんな気はしない。ずっと一緒に過ごしてきたような。2、3週間は2、3年に感じられてしまうぐらい、それぐらいなんですと。終末期の数時間、ケアすることで、その人のことを最も深く知るんですと。つまり、優れたケアワーカーは、死に行く人を支えることに価値とか意味を見出しているということですね。宗教者が現場に入るということは、いい影響があるのかもしれないというふうに思います。あと、これはですね、介護者カフェを始めた僧侶の方の体験を分析したものですが、実はですね、僧侶の方も学んでるんですね。左下を見てください。介護者カフェを始めて、個人として成長しました。苦しみについて理解が深まりました。道についての意識が深まりました。自信が深まりました。自分のことをよりよく知りました。そういうふうに皆さん考えておられるんですね。さて、最後にですね、年を取れば認知症になるんだと、それは自然だと言いましたけれども、もしかしたらなんでそんな悲しいことを言うのかと思いながら聞いてた方もいるかもしれませんけれども、実はですね、幸福感というのは、加齢とともに上がっていくという研究がありまして、生まれた時は一番幸福で、バリバリ働いている時というのは実は一番低いんですね。私のぐらいが一番低いですね、おそらく。で、認知機能が下がってきた頃に、また上がっていくと。つまり、うまくできてるんですね。弱っていくけれども、しかし幸福に生きることは可能である。であればですね、それをちゃんと支えるような研究をしていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。岡村先生からは、寺院が担う矯正の形というタイトルですね、お話をいただきました。いろいろと、いろいろなことを考えさせられるですね、良いお話ではなかったのではないかと思います。それではですね、また事前にいくつか質問が来ておりますので、その中からですね、いくつか選んで質問させていただければと思います。では最初の質問は、地域共生社会を作るために私たちが身近でできることは何ですかということです。いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。シンプルに考えることが大事だと思うんですね。やっぱり、人に優しくする、高齢者に優しくする、弱っていく人に優しくするということに尽きると思います。そう答えるとですね、じゃあそのためにどうしたらいいんだという質問が必ずきますので、それについてちょっと考えるところを思いますと、やっぱりアクセスしないことが大事だと思うんですね。現代社会ってすごく忙しいし、プレッシャーも大きいんですけれども、しかし考えてみたら、私もこれをご覧の皆さんもですね、100年後にはもうみんな死んでるわけですよね。だからもっと大きな時間軸で考えるとですね、そんなにアクセスしなくなるし、そうすると人に優しくなれるような気が私はするんです。でそのためには、例えばですけどね、お寺さんとか教会とか神社に行ってみるのもいいですし、何千年と続いている営みの中に身を置いてみるとかですね、あるいはこの後で話がありますけど、農業とかですね、広い畑の中でいろいろ考えてみるとか、そういったことがいいのではないかなというふうに思っております。ありがとうございました。なかなか難しい質問ですよね。地域共生社会、つまりみんなが一緒に暮らせる社会ということですけど、こういうことを作るためにはまず人に優しくすることだと。で、人にただ優しくなれるには何がってことで、ね、今お答えいただきましたけども、大自然に触れてみるとか、長い歴史の中に身を置いてみるとか、そういうことが大切なんじゃなかろうかというようなことですね。そういうその大自然に触れたいとかですね、長い歴史に触れたいとか、そういうようなことがどうして人の心を優しくしてくれるんでしょうかね。やっぱりですね、震災もそうだと思うんですけれども、人の力でどうにもならないことってありますよね。
まあ、いつか死ぬことだってそうですし、でそういうものを前にすると、まあ、これはですね、別にあのスピリチュアルとかオカルトではなくて、サムシンググレイとかって言いますけどね、自分の力でどうにもならないことを知ればですね、逆に我々はお互いに、まあ、同じ苦しみを持っている仲間なんだということが分かるので、まあ、そうすると助け合っていこう。これはですね、まあ、イギリスの中でコンパッショネートコミュニティと言いますけどね、元気いっぱいの老後だけじゃなくてですね、お互いに尽くし合う老後を作っていこうじゃないかということで、まあ、21世紀の一つの、まあ、道しるべになるんじゃないかなというふうに私は思っています。なるほど、大変よく分かりました。みんな同じ人間だっていうね、そういう意識が生まれるわけですね。ありがとうございます。で次の、質問ですけども、介護者カフェとは具体的にどんな場所なのでしょうか。介護に関する悩みを仏教者がカウンセラーのように聞いてくれるといった場所なのでしょうか。いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。これはですね、まずまあお寺で行われるわけなんですけれども、お寺に介護をしている人がですね、集まってお互いにこう聞き役になる。で、まあ、これはいわゆるお子さんはファシリテーター役ですね。でその時のルールがありまして、まず聞く姿勢で、臨みましょう。相手のことを批判して、あなたの介護は良くないよとかですね、そのことは言わない。まずは話を聞くと。で、聞いたことは外で話さないということで、まあ、お互いが、寺院とか、あるいは僧侶の方がいるという中でですね、まあ、心を開いて語り合うということです。ただ、中にはですね、いやどうしてもその、まあ、いわゆるカウンセラー的にお坊さんと話をしたいという人も出てきます。でこの場合は個別にお願いすればいいですね。お坊さんは実はですね、そういう訓練を受けてますので、すごく上手です。ファシリテーター役も上手だし、一対一の対応もすごく上手なので、まあ、私、精神科医ですけど、結構近いなっていうふうにいつも感じてます。ありがとうございました。なるほど。まあ、カウンセラーという、まあ、一時的にカウンセラーというわけではないと。ファシリテーターのような、ね、役割だと。その時にはカウンセラーの役をしてくれる。ただ確かにあれですよね、カウンセラーカフェっていうのは、とにかく話をいかに聞いてくれるかっていうことが大事だと思うんですけど、確かにそのお寺だとか、お坊さんでいるところとか、そういうところっていうのは、ちょっと普段とね、気持ち変えていろんなことを話せるような、雰囲気というか環境ありますよね。私はお葬式の時ぐらいしか話をしてないんですけど、なんか特別な意味がきっとあるんでしょうね、そこにね。ありがとうございます。では、もう一つだけお聞きしたいと思います。寺院における介護者カフェに興味があります。どこでやっているんですか？檀家でなくとも参加できるのでしょうか？いかがでしょうか？まずですね、お話の中でちょっとしましたけど、お坊様方、あんまり表立って広く、宣伝しないものですから、もしかしたらあんまり探すのは難しいかもしれないんですけれども、各地域にですね、いろんなことをしている寺院はありますので、まずその地域の寺院巡りとかですね、ネットでまず検索してみるとかということをお勧めします。で、宗派としてやっているのは、今のところ浄土宗さんだけですので、浄土宗さんに問い合わせて社会部というところがありますので、そこで、聞けばですね、地域でやっているところを教えてくれますけれども、まだ今全国で20カ所ぐらいで、コロナがなければ40カ所ぐらいになってたんですが、もうちょっと20カ所ぐらいってかなりまだ少ないので、お住まいの地域にあるかとかは、ちょっとまだわからない状況ですね。で、基本的には檀家さんでなくても参加できる、誰でもウェルカムというのがコンセプトですけども、これもでも、宗派とか寺院によっては違うかもしれませんので、まず観光がてらお寺に行ってみるのがいいんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございました。あれですよね、基本的にはその檀家であろうがなかろうが、あるいは宗派が何であろうが、そういうようなことでそのカフェのような場でね、参加が可能だっていうことを少しずつ動き出していると。先ほどの臨床宗教者の話があったので、これは非常に何ていうか可能性のある答
これからの試みかなと思いましたけど、まさにこの臨床宗教師はこの宗派とかそういうものを超えて、その一緒にやっていこうというですね、そういう取り組みだと思うんですけど、いかがでしょう、こういった取り組みというのは始まったばかりだと思いますけども、その今後どういう方向になりそうなのかちょっと教えていただければと思いますけど、まあ、これがちょっと難しい、未来予測が難しいですけれども、まず一つ聞くのはですね、やっぱりお坊さん、宗教者の方結構忙しいので、手弁当で病棟に行ってですね、活動するってなかなか続かないところもあると思うんですよね。なので、まあ、そういう意味では広がっていくのは難しいのかなと思う面もあるんですが、一方でですね、沖縄のある病院はですね、実はこれ作る前からチャプレンを3人ぐらい雇用していて、で私たちもそこ行ってですね、これどうやってお金賄ってるんですかって聞いたんですね。そしたら、事務の仕事もしてもらってるんですけれども、チャプレンで、まあ、そこはキリスト教系だったんで、牧師さんですね。牧師さんがいると、そのスタッフの人の相談にも乗ってくれるし、何かと雰囲気が良くなるんで、その病院経営者の方がすると、実はペイするんだと、ありがたいんだって言ってるんですよね。そういう意味では、ものすごくその可能性があるような気もしますし、なるべくその価値が皆さんに分かっていただけるように、まあ、我々研究者はそのエビデンスを出していくという方向で研究していきたいと思っています。ありがとうございました。岡村先生からですね、非常に可能性のあるですね、新しい話をいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。